さあ皆様こんにちは、ボンドチャンネル通知パフォーマンスでございます。今日はこれから浦和店に行ってきたいと思います。なんと浦和店に新車の F 様が届くってことで、フリーザじゃないです。はい、ちょ定期的に年に何回かあるよね、なぜか新車が浦和に届くという。で今回もお客様の車がなぜかお客様の元じゃなくて浦和店に届いて、そのまま作業がスタートするっていう、そういう流れみたいです。でお客様はちょっと行けないんで先に受け取っといてっていう、そういうノリみたいです。なんでちょっとこれから行ってきたいと思います。はい、残念ながらちょっと僕の車ではなかったんですけど、聞いてた、車が届いてた。このライブ感ガチンコでやっております。ちょうど車が出てきました。ちょっと行きましょう。そうです、浦和店に届いた車はなんとフェラーリローマでございます。しかもド新車ということで、はい、お客さんの車がなぜか浦和店に届くという。むっちゃかっこいいっすね。間に合いましたね。間に合いました、ギリ間に合いました、はい、遅刻するかと思ったんですけど、はい、ちょっと降ろしたらいろいろ見てみたいと思います。というわけで車が届いたんで、改めて紹介したいところなんですけど、当然紹介できませんので一緒に見るっていう動画でお願いいたします。で今オーナー様到着されたんですけれども、車確認する前に動画全然撮っていいよっていうことなんで、はい、ズーズーしい土屋はズーズーしく撮っちゃいます。ちょっと見ていきましょう。まずこのローマ、僕あんまり知識なかったんで今日サクサクっと勉強したんですけど、すごく乱暴な言い方するとポルトフィーノのクーペ版みたいな。ただ結構いろいろ違うところがあって、まあ、まずエンジンが一応ポルトフィーノのエンジンをベースにそのままブラッシュアップされたものになっているらしいです。で馬力の方が620馬力ポルトフィーノプラス20馬力になっているそうです。でいろんな車のコンポーネントなんかは、まあ、一応ポルトフィーノから引き継いでるんですけど 70% ぐらいは新しいものになっているそうです。で、まあ、車のサイズ感は、まあ、近いものがあるんですけど、まあ、長さが、まあ、このデザインもあるんですかね、結構70ミリぐらいかな、ロングになっているみたいです。で車的にかなりこの V8FR っていうのは、まあ、新しい感じになるみたいです。でもうすごく、遡ると1960年代の250とか275、365GT、まあ、その辺のなんか再来っていうことみたいです。なんでフェラーリ、今までこうミートのスポーツとか、まあ、フロントエンジンのスーパースポーツとかっていうのを中心にやってきたんですけど、まあ、かなり久しぶりの GT カーっていうことみたいです。でちょっとこの後なんか僕ずずしく見ちゃいますけど、快適装備もすごいことになってるみたいです。でまずちょっと外観見てみましょうか。もうすごくないですか、なんかデザインがもうめちゃくちゃかっこいい。こう今までにない、もうこのノーズが出てさらにリップがこう出てる感じ。そしてグリル もうなんか見たことないです僕は。そしてしっかりセンサーなんかもついてて、あとカーボンのこの辺がオプションだと思います。こんなのもついてて、で透過類はもうフル LED。 そして改めて見るとちょっとこうプレスラインっていうプレスラインがないんですね。本当に全部柔らかいライン、リップもそうだしバンパーもそうだし、まあ、ヘッドライトのこの辺が唯一こうシュッてちょっとシャープになってるだけで、あとボンネットもそうだし、ものすごくこう曲線を多用された、ちょっと256だっけ、新しいやつ、新しい256にもつながるような、こうなんていうとクラシック回帰された、すごくこう曲線がめちゃくちゃ美しいライン、そんな印象を僕は受けました。そして足元の方がちょっとこれ物申していいでしょうか、今日見たフェラーリのホームページより若干車高が高い気がするんですが、はい、まあ、いわゆるカタログ車高だったのがちょっと実車結構車高高いですね。僕のイメージではちょっとこの黒い範囲とここの隙間同じぐらいにホームページとかだと見えたんですけど、結構車高高いですよ。でなんかオプションでリフターがないみたいなんで、まあ、この今後、ロベルタなんかがかなり流行りそうな感じがします。あとホイールが2種類あるのかな。でカラーまで入れると、それぞれ3種類ずつぐらいかな、多分あるんだと思います。でキャリパー今回のもの黄色のものが装着されてて、まあ、足元変えてもかなり今後かっこよくできそうな感じがします。であとはサイドなんかもカーボンだし、もうとにかくなんか今まで結構こう
ラインがあったのが本当にラインがない、本当に下のここぐらい、めちゃくちゃ曲線でかっこいい。そして車高もあのポルトフィーノから比べるとだいぶ低いみたいです。でワイドになってるんで、すごくなんかワイド&ローな感じの車になってるそうです。そして後ろもこのフェンダーもなんかエロくないですか。そしてこのオイル、リアが285、フロントが245かな。だから結構そのオイル的にあんまり太すぎない感じになってるみたいです。ただその辺ちょっとポルトフィーノとか流用効くかどうかわかんないですけど、まあ、今後のカスタマイズ増えていくのがかなり楽しみな感じじゃないでしょうか。でリアもちょっと車高が、はい、ただまあリフターもない関係でちょっとそういうセッティングになってるんじゃないかっていう読み物もありました。あとデズラは、まあ、正直純正のデズラなんで、まあ、今後納車待ちだよなんていう方はちょっと参考にしていただいて、スペーサー今後入れてってもいいんじゃないかなっていう感じはします。で特にワイド&ローなシルエットなんで、まあ、足元触るとかなり変わってくるんじゃないかな。でリア、今回の車はマフラーエンド、これシルバーのタイプですね。確かガンメタと黒があったかな、はい、そしてリアのこのカーボンパーツもオプション でテールランプとかもすごくないですか。これもう立体的すぎて、このウィングデザインとなんかこう一緒になってる、こんな感じのテールランプ。ちょっとこれ透過も見てみたいと思います。いや本当にあの土新車でまだオーナーさんもよく確認してないのに、こんなにいろいろ紹介したりやいやい言ったりさせていただいて本当にありがとうございます、はい、そしてなんかここがウィングなんですよね、はい、こっちがこう出るかと思いきやこっちが出るらしいですらしいですよ横山さん、はい、ここがウィングらしいです。あ、マジで、はい、へちょっと後でカスタムいろいろできそうなんで教えてください。じゃ中も見てみたいと思います。でこれがちょっとあの養生張っちゃってるんですけど、あの全部許可得てやってますんで、こうやって開けるらしいです、はい、だからスイッチだからもうこれ奥のスイッチがカチャってなると開くという、はい、こんな感じになってみます。中ちょっとまだ新車の養生がしてありますけど、すごくないですか。もう進化が、あのメカニカルスイッチがないんですよほとんど。タッチパネルだ、はい、あのスタートボタンすらこの触るやつになってるみたいです。へで一応ナビの方が8インチ、縦8インチですね、はい、でメーターの方が16インチのメーターになってるそうです。で装備がすごいんですよこれ。アダプティブのクルーズコントロールもついてるし、自動ブレーキもついてるし、トラフィックアシスト、あの看板読むやつ、はい、もついてるし、レーンキープもついてるし、ブラインドもついてるし、リアクロストラフィック、まあ、要は後ろをなんか横切る車とかの警告もついてるし、サラウンドビューもついてるんですよ、まあ、今時の車の装備が全部ついてる、全部ついてるらしいですよ。だ本当に GT か、もう快適装備満載の毎日乗れるフェラーリっていうことみたいです。で内装は今回の車赤と黒のコンビかな、で間のセパレートカラーに白かなこれが入ってるという。でこれドアとかもすごくないですか。これボタン数も開けんの、これはやばいです。むちゃくちゃかっこいい。そして今までのフェラーリの GT って 2x2 がほとんどだったらしいんですけど、一応このローマに関しては2プラスっていうことで、リアシートは一応ついてるんですけどほぼ使えない、911のリアシートみたいな感じらしいです。本当に子供が乗っても窮屈、本当に一応ついてますっていう感じみたいです。ただここのスペースがあるのとないのとだいぶ違うですよね。荷物置きですね。そうですね、それが後ろにボーンと置いとけるし、リクライニングができるっていう、はい、そういうことになってるみたいです。ちょっとオーナーさんより先に座ってもいいですか。大丈夫です、許可もらいました。はい、あの普通の人は多分座らないですけど、ズーズーシーツ車はいいよって言われるとありがとうございますって、はい、乗ってみたいと思います。でまずちょっとこちらご覧ください。なんと鍵がこれもう普通にエンブレムじゃないですか。そうですね、むちゃくちゃかっこよくないですか。ライターっぽいですね。そうですね、なんかブランドモンライターみたいな。で裏側レザー張りなんですね。おすごい、ちょっとこれ養生するのもちょっと絶対落とせないやつじゃないですか。そうですね、ちょレザーもちょっと直接養生危険ですよ、ね、まあ、ちょっと今後いろいろなんか考えていかなくちゃいけないなっていう。でしかもこの鍵がドリンクホルダーとかハマるらしいですよ。はい、ちょっと乗っちゃいます。さすがに靴は脱ぎます、はい、よいしょ。ここにはまるところがあって、こうスポッてはまるみたいです。すごい、
そして今ちょっとポチッと押しましたけど、スタートのボタンがもうタッチ、そしてこの辺も全部タッチ、すごい。 ETC カードがメーターが12インチ、12インチって言いました僕、はい、もうめちゃでかい液晶の、しかも液晶の解像度も普通になんかもうタブレット級の、そしてこの辺のミラーの格納だったりも全部こう物理キーじゃなくてタッチで、ちゃんとスピーカー側のこのクリック音が鳴るという、でカメラとかもついてるもん、これでサラウンドビューが、はい、今ドアが開いちゃってるんでつかないですけど、この辺なんかも全部見たいです。ただ乗った感じはめっちゃこう自然なポジション、全然なんかタイトさとかなんかペダル曲がってんなとかないです、はい、そしてシフトご覧ください。もうなんかあのオーディオのなんか機材みたいなバッグだったりとか、これしかすごくない、これこの LED がこうピュンってこう流れるやつ、ほらほらピカッて光るんじゃなくてこうピュンって撮れてますでしょうか、はい、でもこっちもタブレットっすね完全に、操作の方法は分かりません。あーベンチレーション、あとシートヒーターもついててすごい。そして助手席側のモニターもついてるみたいです。でデザインはもうこう完全にこうなんていうの、囲われてる、運転席助手席で囲われてるデザインになってるんです。でバイザーだったりも当然全部レザー、すごい。なんかクラシックな外装ともう超最先端の電装がなんか融合しております。ちょっとそしてさらにズズしさアップしてちょっとかけてみたいと思います。えい、うわすごい。さすがにちょっと深さないやりましょう、はい、ちょっとボンネットも見てみたいと思います。まず開け方がわからねえだす、そうか、えこれどうやって開けるの、こう来ました、じゃーん、うわ低っ、エンジンめちゃ低くないですか、めっちゃ低くないですか、なんか、あーでもそっか、インマニがあってだから、まあ、このぐらいになるんですかね。で一応これが最初にも言った通りなんか620馬力ポルトフィーノプラス20馬力になってるらしいです、すごい。でミッションの方がこれがポルトフィーノと違って、ポルトフィーノって7速 DCT なんですけど、これ SF90 譲りの8速 DCT らしいですだめちゃめちゃちょっと乗ってみたい。フレームもなんかえぐくないですか。でちょっと最近の環境性能なんかも考えて DPF はついちゃってるらしいです。それはしょうがないですね、はい、だまあその辺もあって、まあ、今後ちょっとマフラーもちょっと多分出てきづらいだろうし、そうですね、はい、ロビテックからとかは売ってますけどね、ただ ECU とかまで全部一覧で、そうですよね、そうですよね、その辺まで差はない と高いですよね。なんか最近の812とかもそうなんですよね。そうですね、81もそれ、F8 もそうですね。そうですよね、なんか新しいのが軒並みマフラー交換とかできなくなってるみたいなんですよ。まあ、ちょっと今後に期待ということで、はい、こんな感じになってるそうです。さあそして今オーナー様より、あれこっち取らなくていいんですか、って乗られてきた、なんとこちらの458も紹介していいよっていうことなんで、こっちもちょっと紹介したいと思います。なんとこれがしかも増車っていうことみたいです、入れ替えじゃなくて。これむちゃくちゃ綺麗ですね、超極上コンディションの、で中もこの中カーボンパーツすごいですね、シートこれめっちゃかっこいいね、これかっこよくないですかこれ、かっこいい、これとちょっとローマずるくないですかかっこよすぎじゃないですかこれ。ちょっと結構458ってなんかちょっと古き良きというか残ってるじゃないですか。そうですよね、デザインもピニファリナだし、そのエンジンも NA だし、内装も結構メカニカルスイッチ残ってて、そこからこのもう対極ともいえるもうデジタルの塊ローマを2台持ちじゃないでしょうね多分。そうですね、まだ多分あると思います、はい、詳しくは聞いてないですけどもっとたくさんいろいろ車持ってそうな感じです。
今本当にガチでやらせじゃなくて、車大好きキッズが通りかかってこう写真撮ろうとしてたら、オーナーさんが、え、何車好きなのって、どっちも写真どころか乗っていいよって言うんで、今ちびっこの試乗会が始まりました。すげえ、ちょっと羨ましいんだけど、俺子供の頃こんな感じでスーパーカーとか乗せてもらったらちょっと思い出になるよ。すごい、しかもかけてるし、しかもちびっこもめちゃめちゃ詳しくって、え、これ458めちゃくちゃ貴重なやつですよねっていう。ちょっとうちの子供もこういう風に育てたいと思います。僕のズーズーしさとは別のちょっと凄さを、はい、感じました。オーナー様にちょっとここがこうなってるんだよっていうレクチャーを受けております。ただいま車を見せてもらったキッズ事情聴取したら正体が判明いたしました。もう家めちゃくちゃ遠くからなんと自転車で車を見に巡回してたという、はい、でたまたま458を止まってるの見つけて見せてもらったと、はい、でしかも YouTube のチャンネルを自分で持ってるらしいです、はいはい、何でしたっけ。ランボルギーニ好きっていうチャンネルやってるみたいなんで、よかったらみんな見てみてください。そしてチャンネル登録もしてあげてください。というわけで今回このローマご紹介させていただいたんですけど、ちょっと一番最初に言うべきだったこの入庫の経緯、なんでこれ納車前、お客様納車前にボンドに車が届いたかっていうと、一応うちの方でプロテクションフィルムだったりだとか、あとレーダー探知機かな、その他もろもろ乗る前の準備的なものをするために、うちにそのままご入庫いただきました。まあ、もちろんお客様の元へ届いてから、ボンドだったりご来店いただくことも可能なんですけれども、やっぱりその間にこう特にプロテクションなんかは傷ついちゃったりとかっていうこともありますんで、もし都合がつくようであればボンドでそのままご納車させていただくなんてこともできますんで、まあ、お気軽にご相談ください。そしてローマといえば、まあ、出たばっかりの車ですけども、いろんなアフターマーケットのパーツ出ております。ノビテックでこの辺のパーツとか、あとは特におすすめカーボンのミラーカバーとか、まあ、あとホイールなんかも、まあ、アメタンもちろん作れますし、ノビテックからもホイールが出てます。でマフラーなんかも出てるのかな。ただホイールがフロント245多分 9J じゃないかな、結構細いんで、まあ、いろんなちょっとノウハウが必要かなと。であとは純正リフターがオプション設定もないみたいなんで、まあ、その辺ロベルタなんか組み合わせていただくと、まあ、使い勝手も損ねず、まあ、快適でかっこいいのが出来上がるんじゃないかなと思います。ぜひお問い合わせください。というわけで今回はローマご紹介させていただきました。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。